皆さんこんにちは、サンフレッチェ広島の串尾和樹です。コロナウイルスの影響で全国大会が中止になり、北海道大会やそれに関わる全ての地区大会が中止になったと聞きました。僕自身も登別の緑陽中学校、高校は北海道大谷室蘭校で全国大会出場を目指してサッカーをしていたので、皆さんのことを思うととても残念です。特に3年生にとっては中学、高校、最後の時間が突然奪われ、卒業後の進路に不安を抱えている人もいるかと思います。ただ皆さんがしてきた努力は無駄ではないですし、これから長く続く人生で必ず生きてくると思います。またサッカー以外で普段やれないことに取り組んでみたりと、今だからこそできることもたくさんあると思うので、チャレンジしててください。コロナが収束し、サッカーがある生活を取り戻すためにも、まずは皆さん自身が感染しないことを心がけてください。手洗い、うがいの徹底や外出を控えるなど、僕も意識しています。北海道のチームが全国の舞台で活躍しているのを僕も楽しみにしていますし、僕自身もJリーグが再開されたら活躍できるように頑張るので、一緒に頑張っていきましょう。